ジャニーズ元忍者、勇気ある告発。私は支持する。開いちゃう。ジャニーズの元忍者、志賀康信、54歳が、今話題のジャニケツ問題に言及。忍者？あー、こんな感じ。二人。忍者としてデビューした志賀氏は1990年にデビューしてたけど、美空ひばりの名曲お祭り忍者っていうふざけた曲でデビュー。たった4ヶ月で紅白に出場。けっ、その頃すでに志賀氏は精神的にかなり効いてた。それはなぜか。時は6年前、1984年春。15のガラスの少年時代から、ジャニーケツ側による一方的な夜のそれは始まり、18の頃まで続いたという。しかも30回から40回。志賀氏が志賀氏。ガシガシ。志賀氏は事務所を退所したが、過去のトラウマでフラッシュバックが起きるなど、苦しんでいたという。かわいちょ。彼の告発は今までのタレントと大きく違い、売名目的と揶揄されて、売れてなかったジャニーズの告発ではなく、一応忍者という紅白まで出演したがっつり売れたメンバーの告発であり、これは大きなニュース。文春が志賀氏を取材してるんだけど、藤島ジュリー恵子があの謝罪会見で知りませんでしたと白を切ったので、嘘こけこのスカタンって気持ちで志賀氏は告発するようになったとか。彼曰く、高校1年の春、ゆうちょっと合宿場に来ないと重鎮ジャニーに呼ばれ、ジャニークソ側の運転するベンツで原宿の合宿所と呼ばれるマンションに連れてかれ、初めての夜、後輩たちと楽しかった一日が一変。これがこうなって、こうなったそうな。かわいちょ。しかしジャニーの顔は布団をかぶっていて見えなかったそうな。志賀氏はこういう。デビューの頃は摂食障害というか、物が食べられなくなっちゃっていて、体重が42キロしかなかったんです。精神的に完璧にやられちゃってたんですよ。いや、他の意味でもやられてるじゃん。突然調子が悪くなって、心療内科に行くこともあります。カウンセリングを受けて、薬を飲んで、警戒しても、また何かをきっかけにあのことが蘇ってきて、またカウンセリングに行って、その繰り返しです。てかわいちょ。診断書見せて。あ、すまん。ジャニーズのファンの間では、この志賀氏、結婚を隠していたことが発覚して、事務所を辞めたからうさんくさいとか言われてるけど、ジャニーズにいて結婚するぐらいちゃんと自我に目覚めてたんじゃないかな。結婚してないやつ多すぎよね。ジャニタレどもって。あ、言い過ぎた。まあもちろん文春はジャニーズ事務所に事実確認を求めたが返事はなかったそうな。そう、やっぱり藤島ジュリーちゃんが知らないというスタンスを変えないと何も変わらないし、第三者委員会を作らんとね。マイティーソーのハンマーを持ち上げてた何も知らんかった頃とは違うんよ。今やハンマーどころかキントーンにも乗れない。まあ、忘れちゃならないのは、法外な権力を撒き散らしてるお偉いさんが少年たちの夢と期待と努力と才能とちくわを食い物にしたこの事件、徹底的に追及して、それを知った上で、応援した連中も、責任取れとまでは言わんまでも、罪の意識くらい持たないとダメだと思うのは、私だけじゃないよね。なんか最近どんな偉い人でも、政治的な発言せん人って、卑怯だと思うよね。自分だけいい人ぶって、余裕ぶっこいて。へっ、日本がこんなになってるのにさ、自分だけよかったらいいの？くそってかった。